じゃあ終わってからチャットでまた褒めてください。お疲れ様です。頑張ってね。またちょっとやろうね。よろしくお願いします。はいよ。じゃあもう一戦やりますか。いいよ。じゃあ今度はちょっと今日ねるちゃんはね、寝れないけど、やしろさんがっつり。リスナーさん2人入ってもらって、やしろさんの画面をじゃあモッティに見てもらいます。はい。了解で。はい。もう全然自信ねえ。いや、いいんですよ。マージャンはね、自信ない方がいい。あ、本当っすか。そう。私わかんないなりにやっとるか。やっとるか。だから、どんどん今からやって聞いてってもらってもいいですし、うん、こっちの方がいいなっていうのはさっきみたいに言います。私もわかんないとき聞けるように共有をしとこう。押しといて。飛んでくから。OK。まずは。うお、すげえ。すげえですね。すげえですね。さっきまで全然上がれなかった分来てるな、これ。確かに上がってなかったね。おお、嬉しい、嬉しい。なんだなんだ、笑ってるぞ。やばすぎだな。笑うとれな。おっと。これでリーチ。まあ、リーチそう。なにこれはもう買ったんだわ。リーチ。リーチ。リーチ。あらら。なんてこったい。周り回って追いかけてきた。いやー、ちょっと。勘弁して、うわ、最悪。うわ、かわいそすぎる。これはついてないですね。うわ。うわ、うら。やばい。はい、もう。もうやめたい。最下位のマージャン一番しんどいんだよな。ついてね。まあ、こういうのもマージャンですね。まあ、マージャンですね。まあ、記憶力はあるから、別にリーチ。きついですね。あー、これ行くっすね。行くしかない。マミー。いや、もういって。ついてないな。悪すぎる。マジついてないな。マジで悪すぎる。いや、でもね、しっかり打ててる。かわいそうすぎる。そう、やばすぎるでしょ。ひどすぎる。ひどすぎるよ。これね。まあ、これはもう自由に。どれもある。一応狙うけど、なんかこうなっちゃった場合はやめる、落としどころにしてもいいですしね。まあそうですね、とりあえずリーボー。八代さんだけ、ゼロにだけして回線落ちしてるわ。ほんとだ。どれだけ取って。それだけをやりに来たのか。これ、積もられただけでもしてるんで、もう速度低い。そうなんですね、一回ちょっとね、上がってリーボーゲットしに行くはありますね、これは。そうですね。これ今両方映ってる、ねるちゃんのやつも。本当、私は画面は映してないけど、いつでもワンタッチで映せる。じゃあ、ねるちゃんのやつに一回行こうかな。やしろさんのは今ね、ちょっと規定路線に入って。そう、ね、規定路線。もう決まってます、うん。染めたかったんだけどな。そうね、でもすでにね、右側持ってるし、ドラム持ってるから、まあ、そこそこの盾になるからね、染める必要ないかな。オッケー。これも途中で揃ったんだよね。うん、そう、スワンコとかもあるし、これ。だって。うわ、あら。これはカンニャしていいですか。そう、カンニャだね、これはね。カンニャ。久々だな、こうやって配信でガッツリ教えるの、なんか。確かに。うん。最近やられてなかったんですか。そうなんです。お。うわ、ポンしていい。行っちゃうか。いいよ。うん、しちまうぜ。モッティから見たライブはどうだったって。うわ。お。キャバだ。え、ドラム行った。うわ。なんやなんやなんや。なんやドラ8だよ今これ。やばすぎワロタ。すごいことになった。すごいことになっちゃった。異次元麻雀さ。俺ついてけないっすよ。超能力麻雀始まっちゃった。勘弁してください。これヤシロマイナス3万2000あるねこれね。あるねこれ。あるねこれ。持たなくなるっすよ俺。ニッパいやマジで。マジで、ヤシロさん、ちょっと、お払い行った方がいいよ。いやー、寝るか。これ、数え役。いや、やばすぎだろ。ちょっと痛い3個ドラ8。ちょっと、これ、いや、俺逆に今めっちゃついてる気するんで、ちょっとプロセガマガチャ引いてきますよ。マイナス3万2000。やべえ、これ、スクショしよう。俺なんか悪いことしてないっすよね。呪われてるわ。俺そんな変な打ち方したかな。いや俺トンさんでマイナス3万2000になったって初めて見たかもしれない。ちょっと失礼するわ。ねるちゃん100万出上がり条件だったからね。吉野さんから。やんば。呪われてるわマジで。もう嫌だ。
このゲームやりたくない。やばいわ、八代さんが麻雀嫌になっちゃう。嫌になっちゃったよ、こんなの。これは嫌になるわ。配信に載せられたのが逆にね。よかった ね。こう配信外だったらただ嫌な気持ちになっただけだったもんね。配信外だったらもうあのモニター3枚ぐらい割ってます。点切り替えたタイミングも完璧だった。理論値やんこれ。すごいことになった。今日はやめた方がいいやつですね。やめましょう。ちょっといや、せっかくも。でもいや全然でもね、良、うん、かったですよ。基本的にね、八代さんはね、うん、あの